2022年2月2日の深夜、尾藤智美がいよいよコスタリカに向けて移動を開始。どうも、来ました羽田空港。もうですね、誰もいません。現在9時半ですよ。やばい、めちゃめちゃ空いております。そしてご飯を食べるところはどこもやってないということで、皆さん今日は、はい、あれですね、もういよいよコスタリカに向けてですね、今夜出発となりました。早い、あっという間。めっちゃもう何もわからなすぎて、もうどんなレースなのかどんな感じなのか全然わかんなくて、とにかくね、サハラ砂漠に持ってった装備と、まあ、プラスアルファ虫除け対策などなど持ちましたが、本当わかんなすぎて、もうどうなるかって感じですよ。本当に全てがわかりません。とりあえず気をつけて、はい、行ってきてください。これから38時間の長旅ですから、もう地球一周しちゃうんじゃないかぐらいね、あの遠回りしてドイツとアメリカ経由でコスタリカに行ってまいります。両方とも途中下車したいぐらい、マジ5時間ありますからね、間途中で降りたいって思いながらも、はい、頑張りたいと思います。行く前からなんだかんだ文句を言いながら、無事にチェックインカウンターへ。日本からコスタリカまでは約 13,268 キロ、フライト時間は2回の乗り継ぎを合わせて約38時間。ここで遅い時間にもかかわらず、尾藤さんの友達が応援に駆けつけてくれました。コスタリカバージョンの日本の国旗にメッセージを書き入れてエールを送ります。心が温まったところで、次はお腹を満たします。ここぞとばかりに海外では食べられないであろう生野菜を大量に摂取します。そして前回紹介しきれなかったコスタリカに持っていくアイテムを見せてもらいました。その中でも最も気になったのは、尾藤さん専用にブレンドされたこちらのお茶。その作用は抗菌を重視したものでした。そしていよいよ出発の時。尾藤さん、いよいよコスタリカ出発ですね、はい、行ってまいります。最後に皆さんに意気込み聞かせてください。はい、いつも応援してくださっている皆さん、コスタリカのね、ジャングルの女王になって帰ってきたいと思いますので、日本から熱いエールを送っていただけたらと思います。頑張って行ってまいります。今日から旅立つなんて、旅立つなんてすごく、貸し切りです。行ってきます。ありがとうございました。待ってね。また